どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日7月2日は何の日でしょうか 正解は日清焼きそばが発売された日です。そんな今日は日清食品から販売されている蒙古タンメン中本さんが監修している辛さの極地北極焼きそばをですね、実際に食べてレビューしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて、今回紹介するのはセブンイレブンさん限定で販売されているこの蒙古タンメン中本監修の北極焼きそばです。 蒙古タンメン中本さんといえばあの補極ラーメンで有名ですがそれをなんと今回焼きそばにしたということなので非常に興味があり購入してみましたさてこのように封を開けてみて中にはこのように端末ソースが入っていてさらにですね液体ソースも入っていますそして麺は日清焼きそば UFO で使われている太麺とほぼ似たような雰囲気を感じますさあお湯を入れて5分経ってお湯を抜いてみました そして、同封されていたこの粉末ソースを焼きそばにかけていきます。さあ、見る感じにもう辛そうな粉末ソースが出てきました。次に同じく同封されていた液体ソースをかけていきます。まさに辛すぎて赤が黒になったような色ですね。さて、このように焼きそばの麺全体にこの粉末ソース、液体ソースが絡み合うように混ぜていきましょう。 かき混ぜた後は、このようにもう麺がもう赤く染まりました。さらにそこからですね、この激辛マヨネーズをかけていきます。もうマヨネーズは白がと思いきや、もう真っ赤っかです。もう見ているだけでも汗が吹き出してきそうなぐらい辛そうです。さあ、こちらも全体になじむようにかき混ぜていきましょう。さあ、完成しました。こちらが北極焼きそばです。 それでは実際にどれほど辛いのか食べていきましょう。いただきます。一口食べてみましたが、意外と辛くないのかなというふうに思った矢先、じわじわと辛みがですね、牙を剥き始めて気がつけば、口の中がヒリヒリじりじり状態になりました。 辛さが苦手な人はもう2口3口食べてしまいますとギブアップかなと思うんですが辛いものが好きな方に関しては若干ですね物足りなさを感じるような辛さではありますしかも蒙古タンメン中本さんの実店舗で北極ラーメンを食べた方がいたとするならばそのレベルを9とするならばこちら今回はですね7から8ぐらいといったところでしょうか 比べてしまっては申し訳ないんですが、どちらかというと、ペヤングさんの激辛シリーズの方が、もう痛すぎ、そして食べることができない辛さだと思ったので、こちらは、まあ、まだ美味しくいただけそうなレベルかなと思います。 ま、今回はですね、蒙古タンメ麺ン中本さんのこの焼きそばのみだったんですが、トッピングをしてみても面白いなと思います。例えば同じくセブンイレブンで売っている納豆ですとか、そして温泉卵、そしてチーズなどなどをトッピングしてみると、さらに美味しさが増すんではないでしょうか。ぜひ皆さんも試してみてください。さあ皆さん、今日ご紹介したセブンイレブンさん限定で販売されているこの蒙古タンメ麺ン中本さんの北極焼きそばはいかがでしたでしょうか もう見た目からしてもめちゃくちゃ真っ赤っかなのでもう食べきれないほどの辛さだと思いきやまあある意味常識的な範囲の辛さだと思いますぜひ皆さんも手に取って食べてみてくださいちなみに食べるときは手前にお水を置きながら食べるといいと思いますちなみにベッキムは隣に牛乳を置いていただきました 最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本物を紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!